1週間分の買い物100ドルチャレンジ始まります。改めまして皆さんこんにちは、お元気ですか？ゆなでりです。はい、2週間分のお買い物行ってきました。じゃじゃじゃん。今日はですね、行ってきたお店の方が3軒になっております。いきますよ。ダラーチュリーとウォルマートとサムズクラブ、この3軒に行ってきました。香港マーケットはね、特に必要なものがなかったので今回は抜かしてますけれども、ちょっとね、買いすぎてる感じしません？買いすぎちゃいました。こんだけ2週間分ですね、のお買い物になっております。初めて見る方のために、紹介の方をしておきますね。うちの主人のお給料が2週間に1回振り込まれる形になりますので、2週間分の、お買い物の予算の方を200ドルと定めまして、1週間に使うお金を100ドルということで予算の方を決めまして、チャレンジしているという状態になっております。以前もね、1週間に1回お買い物に行っていたんですけれども、最近はね、2週間に1回でもこううまくいくんじゃないかなって試したところ、かなりねうまくいきましたので、最近はねもう2週間に1回のお買い物で2週間分をこんな感じでドドドンと買っています。野菜の方もね、どうしようかなっていろいろねアイデアを試行錯誤しながらやってますので、もしね、コメント欄の方にこういうやり方あるよっていう、アイデアがありましたら私にも教えてくださいね。よろしくお願いします。それから私も自分なりにですね、ネットの方とか YouTube とか見ながら、皆さんがねどうやって野菜をこうなるだけこの2週間に1回のお買い物になってしまうので、どうやって持たせて保存していくのかなどの、リサーチをしまして、良かったものはね、このグロッシュリーズチャレンジの時にまたどんどんと紹介してます。以前にね、保存方法とか、あと2週間分のリストの作り方とか、そういうのも挙げてますので、もしよかったら過去の動画の方を、見ていただけると嬉しいです。こんな感じでやってます。で、またね、新しいアイデアがあったらまたこんな感じで動画を作って皆さんの方に紹介していきますので、よろしくお願いいたします。そんな感じですね。はい、それではまず2週間分のメニューの方を、お知らせしたいと思います。せーの、こんな感じですね。2週間分の、メニュー考えるのなかなかね、いい感じでいってまして、おすすめですっていうのが、毎日ね、何作ろうかなっていう考えずに済むっていうので、こう時間のね、効率を上げるっていう形で、気に入ってますね。ただ作るときは大変です主人に何食べたいって聞いてみたり、子供に何食べたいって言ってみたり、でもまあ偏った形にはなりたくないので、何でいいですか、クックパッドとかね、そういう感じの、テイスティとかフードネットワークとか、そういうね、何でいいですか、インターネット上に載ったメニューを見て、あ、これできんじゃないのっていう形で、1週間分のやつを作ってます。またね、定番のねメニューもね、皆さんこれね、もう46回になるのかな、そのくらいになるので、定番メニューの方はもう分かる方には分かると思うんですけれども、一生懸命頑張ってやりくりしております。今週はですね、実は私がね、今日はねちょっと風邪をひきかけて、昨日はもうダウンしてたんですけど、今日はね、かなり復活してきてますので、それで頑張っていきたいっていうのと、あとは雨が今日はね、かなり降ってまして、雷もね、かなり鳴ってますので、もしかしたらこのビデオ内でね、ドモンという音がするかもしれませんけど、ご心配なく、これ雷なんで、雨がじゃんじゃんと降っております。音もね、結構うるさいですね。な感じで出てまして、1週間のメニューで新しいやつはタンドリーチキンかな。これね、なんか動画で見て美味しそうだなと思って、タンドリーチキンの方を、チキンはやっぱりいろいろ作るんですけれども、やっぱ秋が来ると思うので、和風にして食べることが多いんですけれども、そうすると子供たちも飽きちゃうので、ちょっと違った感じのやつをっていう感じで作ってますね。あとオレンジチキンっていうのをテイスティーっていう、こちらの、まあ、クックパッドみたいなサイトがあるんですけど、それで見つけまして、パンダエクスプレスってありますよね。あれでレシピのやつがの、オーナーさんがね、レシピを紹介しますっていう形でこう載せてあったんですけれども、作ってみて美味しかったんですよ。結構美味しくて、カロリー的にはね、ちょっとね、食べ取りすぎかなって、揚げたねチキンにソース絡めて食べるやつなんで、結構
ね、あのカロリー気になるなと思ったんですけれども、これこう量を制限して少なめに作って、余ったものはお弁当の方にも入れるので、そんな感じで作ってますね。あ、ちなみにこの、この量なんですけれども、晩ご飯だけじゃなくて朝ご飯と昼ご飯はお弁当も出せてますので、それの方の材料にも使っていますので、それを全部低くるめて1週間分を100ドルという形の予算でやってます。かなり厳しいです。しかもね、日用品っていうあのね、シャンプーとかあと洗剤とかそういうのも全部含まれてますので、かなりタイトでやってますけれど、もしね、皆さんの中にもまたこういうやり方あるよっていうことがありましたらご意見ください。もうどんちょっとね、喋りすぎてかな。先の様子はそんな感じで、風邪をひいたっていう形ですね。はい、では、ダラチュリの方から行ってみましょうか。ダラチュリの方は、全部100円、100円じゃないよ。あ、大体100円。あ、円相場行ってないね。今日の円相場の方なんですけれども、あ、忘れ気味。ですね、1ドルの方が108円という形になってますので、字幕スーパーでね、値段の方載せますけど、大体の予算で換算してもらって、108円ということで、見てくださいね。はい、では行きましょうか。ダラチュリ、これ全部1ドルです。ですので、日本円で108円で全部買えるものですね、になっております。このね、シリアルいつもね、なんだ、サムスクラブで買うんですけれども、今回ね、そろそろね、動画載せようと思ってるんですけどね、手作りの、グラノーラバーってありますよね。それをオートミール使った、スナックバーを作ろうと思って、それにはね、ライスクリスピーを入れて作るんですけれども、それね、ダラーチュリーのやつがなかったんですよ、今日。で、これを、ライスクリスピーの代わりに入れて作ってみようかなと思って買ってきました。そのうちね、そのおやつ何食べてるのっていう動画もあげようと思ってますので、それで紹介したいと思いますけど、今回はこれをね、作ってみようかなと思って、買ってみました。どうなんでしょうか。このサイズのね、ファミリーサイズで今回売ってるんです。かなり大きいんですよ。これが1ドルだからすごいなと思って買ってきたんですけどね。はい、で行ってます。あとはね、花粉症、春とね、秋に子供と主人がね、一番上の子と主人が花粉症みたいな症状がかなり出て、鼻詰まりみたいな形で苦しいんですよ、夜寝る前とかね。そういう時のためのスプレー、こちらの方を買ってます。もちろんね、1ドルなんで中身の方はあんまりね、溶液の方はこう薬というよりもどちらかっていうとセーリングって、精製水、精製水じゃない、食塩水みたいな、水がこう全部出るって形で、だいたいね、奥の方を洗ってあげるみたいな感覚でこのスプレーを使ってます。今のところね、いい感じで効いてますので、これおすすめですね。あまり強くない、子供にも優しいって感じになりますので、これで、鼻を洗ってもらって、これね、もうね、家のあちこち置いてます。もう鼻が詰まって苦しいって言ってくるので、寝るお部屋と1階とかで置いてますね。はい、であとはですね、スナック類ですね、ガムの方を買ってきました。最近ね、子供のね、なんでピディアチュリックスって言って小児科の先生のかかりつけがあるんですけど、それでね、セブンショットっていう、7年生になった時に、7年生っていう言い方もおかしいですよね。アメリカは、小学校が5年生まで、5年生から3年間は中学生、ミドルスクールって言われてて、で高校生と言われているハイスクールが4年間なんですよね。でうちの長男の方は、中学2年生になるんですけど、小学校1から数えて7学年っていう形になってまして、その時にね、予防接種受けないといけないんですよ。でその予防接種を受けた時にドクターに言われたのが、やっぱりなんて言うんですか、体重がちょっと上がりすぎてるから、その分で栄養士さんと話をしてくださいってことで、先週ね、栄養士さんの方と話をしまして、やっぱりね、砂糖を制限してくださいっていうことで、でキャンディーとかはあげないでくださいと。でガムだったらまだ
砂糖も少ないし、噛むことでね、なんていうんで、食欲を抑えることができると思うので、ガムの方をおすすめしますって言われましたので、このガムの方をね、2袋買ってきました。で、なるだけ食べないようにとは言いますけど、口寂しい時があるみたいなので、噛んじゃうんですよね、こうペンの先とか、あとなんかプラスチックのおもちゃのやつとかを噛んでなんか食べしてたので、じゃあガムだったらいいんじゃないかということで、やってます。このね栄養士さんの話も結構ねためになりまして、いつか動画作れたらいいなと思うんですけれども、まだ分かりません。かなりね動画自体は撮ってるんですけれど、まだ編集に追われてできないのがたくさんあるんですよ。で、スピードが遅いって仕事も始めたっていうのもあるんでしょうけど、まあ言い訳ですね。まあできる限り頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あとはね、ガムですね。これ3種類のやつ買ってきました。ミンティーのやつと、あとバブルガムっていう定番の味と、あとフルーツの味がついたやつ、これをね2週間、これが2週間分になります。で、子供2人で分けてこれを食べるようにしていってますね。あとはコットンですね。これいつもあのお化粧落としに使っています。あとこれで、シーズンのその花粉症のシーズンになったので、飲み忘れがないようにと思って、花粉症のあのアレジーのお薬をね、飲み忘れがないようにって形で、子供用に日曜日から始まって1週間分のやつを入れて、これがなくなってないだったら今日飲んでないよって形で言えるので、それを買ってきてます。あとフェイスワイプですね。これで顔を拭いて朝メイクしてます。あとこのね入れ物、これをね冷凍庫の中に入れて、いつもね前のね動画であげたなんだお肉を冷凍全部しちゃうんですけど、全部ねサランラップで包んだ後に冷凍庫の中に入れるんですよ。そうするとあとかさばったり、なかなか積み重ねがしにくいので、この容器に入れてあげて、でその冷凍庫の中に入れればかさばらずにちゃんとこう積み上げられて冷凍できるかなと思って、こちらの方も買ってきました。うまくいったらまた皆さんにもね紹介したいと思います。はい、これがダラーチュリーですね。おー、喋りすぎだ。次はねサムズクラブの方になります。ダダダン、まあね定番中の定番っていう形になっていくんですけれども、シュレッドチーズ、これ前にもお伝えしますけど、どんどん小分けに袋に入れて冷凍していきたいと思います。あとはねフランクフルト、なんだホットドッグですね。ホットドッグのやつもなくなったので買ってきて、これから小分け袋に入れて冷凍しちゃいます。あとは普通のグランドミート、ひき肉ですね、こちらのハンズも冷凍しちゃいます。あとはディッシュウォッシャー用のソープの方がなくなったので、それを買ったのと、ポテトも買ってますね。こんな感じです。じゃじゃじゃん。冷凍カップヌードル、最近はね四角い袋入りのヌードルじゃなくてカップ入りのやつを買ってますっていうのが、やっぱりねスナックにちょうどいい形なんですよね。それ長男もなかなか食べないように、カーブダイエットっていう、スターチを少しなんていうの、お米とか炭水化物ね、炭水化物を抜かすような形にしたので、長男もちょっと食べれなくなっちゃうんですけど、次男の方はねもうねとにかく食べるんですよ、びっくりするぐらい。なのでそのちょっとした小腹が空いた時用のカップラーメンを買ってます。あとジュースの方はこれランチボックスに入れるやつなんですけど、なんていうの、ハロウィンみたいな形のねやつが可愛いのが出てたので買ってあげました。一つのフレーバーになっちゃうんでどうかなとは思ったんですけど、グレープなんでねうち好きなんですよ。なのでそれも買ってきてますし、ナテラはいつもの通りです。あとは、スティック状のねチーズとかなってます。お肉もねもも肉とポークの方をドドドンと買ってみました。これも冷凍してしちゃっていきたいと思います。はい、次はですねウォルマート、こちらになりますね。ドドドン、すごいでしょ。これからね小分け袋に入れたりしてサンドイッチ作ったりすると、もうね気がめいる。どうやっていこうかしらな感じですね。今回はね、タコスープ、最近ね作ってなかったタコスープを作っていこうと思って、あ、これロースタリーチキンからね作るやつなんですけれども、まだね出汁の方を取って、これもね動画上げてるんですけど、このロータセリーチキンをまず胸肉とかをサンドイッチに使って、その残ったお肉とあと骨を使って出汁を取りまして、それをスープの方に使っていくという、これもねなかなかねお金をセーブできますよ。なのでおすすめですけれども、そのねスープを作っていくためにいろんな缶のやつを買ってきたのとそんな感じですね。スターチのやつと、あとサンドイッチ用の、パンですね。あとホットドッグとかのパンも買ってきていってます。あとは
英語イップルとかもね買ってますね。この辺はあのマシュマロとかはね多分調理も食べれないのかなっていう感じですけど、まあ買ってきました。あとお野菜の方ですねこちらももういろいろ買ってます。いろいろって言ってもね、なんかね行ったりあのありきたりになってきてますね最近。ブロッコリーの方はもう半茹でにして冷凍しちゃいますって。ピーマンはあのねあのと先とアメリカのピーマンでかいんですよ。こんだけでかいんですけど、このねピーマンの頭と下の方を切り落とすとなかなか長持ちできます。それをタッパとかプラスチックパックに入れて取っておくと2週間結構持ちました。なのでこれも買ってきたっていうのと、あとはトマトもね、トマトはだいたい1週間ぐらいかな。ものによります。こういうなんかねまだ売れ切ってないやつのを買うと2週間持つんですけども、これはね結構売れてるんですよね。サンドイッチに使っちゃうんでもう大丈夫な、今日食べちゃうんでいいと思うんですけど、あとスープにねダイストマトにして入れたいと思います。あとアボカドね、アボカドの方はこれ1個、これ違い分かります？黒いやつとグリーンのやつ見えます？こっちがねもうね売れてやる、売れてもう食べても食べ頃、ここ押してみて柔らかい感じだったらもう食べ頃だよっていうのと、あとねこのね先っぽこれを取ってみてブラウンだった場合は食べ頃で、もう硬すぎて取れないっていうのはまだですよっていう、以上基準があるみたいですね。あとこれは、次の週に食べるように買ってきてました。でコレステロール、いいコレステロールを、がねなんか少ないみたいなんですよ、そのコレステロール値が。なのでそれを上げてあげるようにと思っていい油ということで、アボカドとかねココナッツオイルがいいって言われてるんですけど、そのようにねあのバター代わりにこれをトーストにつけて食べてもらうようにしてみようかなと思っております。うまくいったらね皆さんに紹介していきたいと思います。あとサランチョロパクチーですね、それとかも買ってきてますね。はい、あとズッキーニね、最近そうズッキーニのやつなんですけれど、あの野菜不足解消、子どものね野菜不足解消には何がいいんだろうって考えた時にスムージーがやっぱりね一番いいと思うんですよ。でスムージーはあのバナナとかいちごとかを入れるんですけれども、それにねさらにこのね、ズッキーニを凍らした状態で入れるとなんとなくねテキスチャーがバナナみたいな感じ形になるんですって。まだね試してないんでよくわかんないんですけど、もしよかったらこれもね皆さんに紹介していきたいと思います。これをねスムージーの中に入れて子供たちに飲んでもらいたいと、食べてもらいたいと思っておりますそんな感じですね。うわ食べすぎだよね。はい、じゃあちょっと行きましょうか。本日の演奏版の方は言いましたよね。ララチュリーの方が行きましょうか。110.66 ですね。$11.66。サムスクラブの方が$148.45。ウォルマートの方が$63.69。こちらの方になっておりまして、トータルの方が$223.60になっております。グローバーだと思うでしょう。覚えてますか？私はギフトカードを持っております。前回ですね、かなりいただきまして35ドルも余っていましたので、これをね、使えると思って安心しきって買ってみたら、こんだけの高いすぎだよね、なってますけれども、とりあえずこのギフトカードを使いまして、23ドル60セントを使って、残り11ドル45セントを残した形として、一応ですね、目標達成ということになりました。イエーイ。はい。はい、ということで目標の方は達成ですね。あとデジタルクーポンの情報の方もお伝えしていきたいと思います。今日はね、フィッチリワードね、こちらの方が1479ポイント、前回からね、10ドルいただいて500ポイントまで減ってたんですけど、またねこんだけ上がってます。すべてのねレシートに25ポイントつくので、何も珍しいものを買ってなくても、スキャンしてやると、まあデジタルクーポンのね動画も上げてますので、そちらの方を見ていただけると分かると思うんですけれども、コツコツお金ポイントを貯めましてお金をギフトカードをいただいております。あとショップキックの方もこれも徐々に貯まっててますね。前回25ドルいただいたばかりなんですけれども、すでにですね2000と12ポイントの方が貯まってます。あと iBot の方が14ドル、21セント。iBot はねポイント制じゃなくってダイレクトにねお金の方がお金のいくら貯まってるってことをお知らせしてもらえるんですけれども、
これはね、20ドル集まらないとギフトカードをもらえないので、ちょこちょことこれも集めてるって形ですね。で、最近変わったことになりました。変わったことは NCP っていうね、政府がね、取り行っているデジタルクーポンがあるんですけど、こちらはね、前はね、スキャナーって言ってね、ちょっと取りに行こう。どうだ、スキャナー。こういうね、スキャナーでずっとバーコードを入力してで、送ってたんですよ。デジタル、なんていうの、送るやつでよくわかんないな。それがね、最近ね、セルフォンを携帯電話でできるようになりまして、簡単にね、スキャンできるっていうのと、あとポイントもね、簡単にね、分かるようになって本当に便利になりました。ということで、今溜まっている NCP のポイントの方は5600ポイント溜まってます。このね、5000ポイントで5ドルのあのね、一番私が使うだろうなって、いろいろねクーポンあるんですけど、ギフトカードあるんですけど、ね、Amazon で使えるっていう形になりましたので、この Amazon の費用をキューピーマヨネーズとかね、みりんとか、なかなかこちらの方で売ってないものを買っていこうということで、頑張って貯めていってます。現在ですね、5600ポイント貯まってるんで5ドルいただけるんですけども、もうちょっと貯めて9000ポイントで10ドル、21000ポイントで25ドルいただけるというので、これをね、徐々に貯めて25ドルまで貯めようかなと思って、それで頑張って貯めていってます。はい、以上になります。うわ、すごい時間、すいませんね。はい、ということになりますので、頑張っておりますので、また何か意見ありましたらよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。I feel like I linger, linger between the words to say, to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all. Oh, oh, oh.